イグナシ・ミケル・ポンスは、スペイン・バルセロナ出身のサッカー選手。セグンダ・ディビシオン・ SD ・ウエスカ所属。ポジションは DF。5歳の時より、FC ・バルセロナのカンテラに所属する。バルサ対談後は、バレンシア・ CF などのトライアルを受けるが、2008年の16歳の誕生日に、アーセナル・ FC に入団した。2011年8月20日、リバプール・ FC 戦で、 負傷したローラン・コシール・ニート16分に交代したことでプレミアリーグデビューを飾った。2016年7月1日、CD ・ルーゴに加入した。2017年12月7日、ラリーガのマラガ c F に3年半契約で移籍。最下位に沈むチームの立て直しを期待され20試合に出場するもチームは広角の浮き目にあった。2018年8月4日、 ヘタフェ CF に4年契約で加入した。2019年8月13日、治療ナイ CA、ローン遺跡。2020年9月16日、CD、レガネスローン遺跡。2021年8月31日、セグンダリディビジオンに降格した s d ウエスカ界の1シーズンのレンタル遺跡が発表された。ありがとうございます。